さあ、どうぞ、こんにちは。こんにちは。ダニハゲショッピングの時間でーす。イェーイ。ということで、はい、前回はサブーハーですね。あれはよかったよ。そう、うん、もう一個やっぱり気になるのがあれね。あるね。今の車と現代の現行の新車の車と、うん、でもそんな新車の車で走ってなくない？あー、現行車ね、うん、そう走ってないね。走ってない。でもまあ現行車があったとしても、うん、ちょっとできない機能あるね。ある。そう、できない機能もしくはちょっとめんどくさい機能。そう、うん、でそれが何かというと、はい、物見せようかも。そうだね。これ物見せると、これ何これって思うじゃん。これ何これって思うよね、絶対。これ今あそこにさ、ラブホがあるんだけど、うん、そこにさあ、これあれか。そうそう、マイク仕込んであって傍受するからね。もう違うよ傍受する機会じゃないからね違うんです、これは。はい、あのまあこれなんか旗から見たら何これになるの、これ。あー、そう、何ができるかというと、最近のスマホってさ、はいはい、あのなんかちょっとよくわからないコマンドがない。コマンド？あの Android は、まあ、Android の場合ね、iPhone、そうそうそう、違いますけど、Android だと、はい、スクリーンミラーリング、はいはい、iPhone だと、AirPlay かな。AirPlay、はい、AirPlay ってなんかやだね。下回じゃないよ今日は。で、はい、まあ、なんだろうなと思うじゃん、はい、で、これよくあるのが、はい、今の BM、はいはい、現行の BM とかもそうなんだけど、はいはい、これをピッて押すと、はい、スマホの画面がナビに飛ばせるミラーリングって言ったじゃん。もうさっき答え言っちゃってるけど、まあ、ミラーリング、ミラーリングって言って、うん、この画面をナビ画面に映せるっていう。まあ、そのまま映すってことです。現段階でどこまで進んでるかは何とも言えんけど、だいたいアプリを返して何かやったりとか、あの有線で線を指してやったりとか、そういうのがやっぱり未だに多いっちゃ多い。なかなかこう線繋がずにやりたいところじゃん、やっぱりね。そう、うん、ってことで、まあこれも取り付けも簡単なんだよ。そう、ここにこれカプラーあるんだけど、うん、まあこっち反対側は USB 出力だね、あの、うん、充電できるやつ。そうそう。で、何があるかというと、ここにまあカプラー刺すやん、はい、で、あの映像の入力、あ、そうですね、入力と出力か、映像出力と音声出力、うん、RCA ケーブルだね。ですね、赤白キーのね、ついて、うん、あと電源プラスとマイナス。そう、これもアクセサリーとバッテリーでいい、うん、そう、 ACC とバッテリー、うん、どっちでもナビばらさなきゃいけないから、まあまあね、そこの ACC と、うん、アースって言ったらね。そう、そう、で、あと純正ナビの場合とか、あと車外でも最近ほらコネクタが別売りになってるから、そういう人だけは映像のナビ側はね、ナビの映像入力の端子を買ってもらえば勝ち。そう、あの赤白キーが刺せるようになった。そう、うん、まあ、あと輸入車とかだとインターフェースがいけないから。そうだね、ま、ちょっと格が違う、うん、めんどくさいんだけど、まあ、大体のナビは入力できる。ね、で、国内の車も大体入力できる。できますね。ということで、はい、まあ、取り付けちゃったんで、これはですね、もう今刺すだけなんだけど、まあまあ、なんか簡単だからね、取り付け。そうそうそう、うん、なんならどう15分ぐらい終わった。ほんとだって、プラスとマイナスつないで、赤白キピピッとつないで、あ、終わりみたいな。そう、だから簡単なんです、うん、はい。ちょい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 、ちょい、いたの何、ちょっと今どこで出ようか悩んどったでしょ。そう、もう長いお話が何今日もクレマだよ。クレマ、彼女と、あの彼女、まあ、彼女、女の子と、あのエアプレイしたいよ、そういう話じゃなくて、あのこれ LINE とか見るのそれで LINE を見るのそれで LINE のメッセージ、 LINE のメッセージをそれでどうするのそれをさ、どういうやつ。いや、全然わからんよ。神様だって X ビデオとか見るじゃん。なんすかそれあの毎晩毎晩見てる神様だね。神様が毎晩見てる X ビデオとかを車で見れる。なんと、なんと動画とかも見れると。いや、飛んでくんすかこうやって。そう、まあまあ言うならば YouTube とか、うん、あと、あの音楽、うん、スマホに入ってる音楽を聴いたりとか。そう、一番俺が使いたいのは、うん、Google マップ。あ、分かる。それはそれ、あのさ、やっぱ古いナビとか地図更新とかって結構高いから、うん、そうそうそう、で早いじゃん Google マップって。最新だよ、更新するの早いじゃん最新だよ、最新じゃん、超最新じゃんそう、超最新なの。 それが使えちゃうんだよ。そう、欲を言うならば、俺も持ってるけど、あの SIM フリー端末に、あの制限なしの SIM 入れてるじゃん。はい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 、ワイマックス、はいはい、あの入れとけばもう YouTube 見放題、ナビ使い放題。あ、確かに。だから、そう、別で持ってもほら音楽聴きながらさ、別の自分で聞けたらじゃん。スピーカーから流れないからね。そう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 、うん、で、一応
通話はできないから、うん、まあ、通話はあの Bluetooth 優先なの、まあ、規格が違うからね、そこそうそうそう、だから、うん、通話に限っては Bluetooth 優先なの、うん、1個で別で端末あったらなお OK、 そうだね、これでもいいよ別に、うん、なあればなお、OK、なね、電話かかってきたりとかする場合もあるしね、で、まあ、うん、まあ、あと映像のことを言うと、うん、ちょっとやっぱちょ若干やっぱ電波で飛ばせば荒いかな、あの通信速度の都合もあると思うから、ね、うん、荒いって今これナビのちょっと画面自体が古いからこんなに ナビの、 その液晶の解像度っていうか、それに左右されることはあ る、 最近の新しいナビだとだいぶ綺麗にすると思う、そう、まあ、あとさっき PV 見たけど別にって感じだけど、普通に綺麗だった、単純にここに見るのナビの画面の問題だと思う、ということでじゃあちょっと実際の映像を見てもらいましょう、はい、じゃあ、はい、今ナビが映ってるんですけど、はい、ちょっとキーつけよう、キーキーつける、うん、さあ起動、まあこれはナビの画面だね、そう、お、何なんかピコピコ言っとるよ、何何何何何、なんか高級車みたいな、高級車みたいな音するよ、レクサスみたいな、あ、しかも左ハンドしね、左ハンドしそう、こんな感じでオープニングが入るんだよね、へー、こうやってでローディングして、まあこれがホーム画面だよね、ですね、じゃあここで Android は簡単なんだよ、ボタン1個押すだけ、うん、そう、今画面映ってるスクリーンミラーリングっていうこれを押すと、もう本当に線がいらなくてこのボタンっていうか、まあ、スマホとそれがあれば、うん、うわやば、うん、ただこれ画面横にすると横になる、まああの連動してる感じだよね、うん、スマホと、まず何から見る、 YouTube 見る、まあ YouTube、うん、まあ俺のチャンネルじゃん、今縦画面じゃんね、はいはい、これ、はいはいはい、横画面するよ、ほらで、ちゃんと自動的にこの16対9っていうのちゃんと合わせてくれるから、そう、確かに、ただちょっとやっぱり HDMI じゃないから荒いのと、うん、ナビの画面が荒いので、そうそうそう、ダブルでちょっと今荒いんだけども、ね、うん、俺の携帯がエラー発生しちゃう、通信制限ですかね通信制限かな、俺は違う、そうじゃないと思う、例えば、はいはい、でもちゃんと文字読めますからね、こうやって、うん、見てるとホームとか動画とか、そうそう、まあまあまあ別に、だからそんなに別に、あのでも映像見る分では別に、まあね、こんな感じ、こうやって見てると普通にさ、うん、DVD で変わらなくない、 DVD で変わらないです、変わらないです、まあ画面のクオリティ的にそんな大きい画面じゃないから、うん、こんな感じで、うん、そう YouTube 見れちゃう、これどう、そのYouTube もそうだけど、まあ俺はあの例えばさ、うん、PV とか見たいやついるじゃん、あのいろんな人のね、うん、そういうのでさ、ほら、いちいちいろんな人の PV 入れるのめんどくさいじゃん、編集したりとか、あと限度があるじゃん、やっぱり、そう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 、だからさ、好きなの見れるからいいよね、と、確かに、そう、こんな感じで見れるわけよ、うん、で、ちょっと今日やりたいのが、はいはいはい、こんなことじゃないんだよ、お、さっき言ってた Google マップ、はいはい、はいはいはい、地図がどんな風にするかというと、おー、うん、なるほどね、ほんとナビだ、ナビやん、これ地図データ更新しました、ちょ、ひーちゃんのナビさ、うん、なんか画面荒いくせに最新だね、なんかこれでしょ、画面荒いくせに、なんかほら画面荒いくせに、荒いくせになんか、ちょ、あのあれなんて、写真あの知り合いのさ、神に、うん、ちょ、天から見てくれみたいな、これすごくない、ほらこれいいよね、で、何がやりたいかというと、はい、でもさ、どうしてもやっぱ音楽とか聞きたいわけじゃん、これで、はいはい、ミュージック流しながら、でもナビしたいじゃん、一般的な普通のナビの機能として使えるかどうだよね、そう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 、ナビってそうじゃん、案内しながら、確かに、そう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 、そう、じゃあ、はい、まあ、ちょっとやりたいのが、はいはいはい、じゃあとりあえずじゃあ俺自首するから愛知県警にちょっと、オッケー愛知県警にちょっとオッケーナビするよ、じゃあ最後のお見送りを2人でするね、そうですね、愛知県警本部にね、はい、でそのまま案内、そう、今これで愛知県警の場所が45分ぐらいできますね、はい、じゃあ愛知県警まで、はい、北に進みます、あ、すごい、そう、音声も飛んでんのこれ、そうで、はいはい、これをやりながら、はい、音楽聴きたいよね、やっぱり行くまでには最後の音楽を、うん、一般的なナビと同じ聴き方をしたい、音楽聴きたいね、まあ、聴きたいね、まあ聴くのも最後になるだろうし、そうそうそう、じゃあ、はい、今これ音楽プレイヤーなんだけど、はい、流すよ、はいはいはい、音楽流れてるね、確かに、いいじゃない、あ、すごい、偶然にも45分45キロっていうね、あと10分前だったら45分だったね、危ない危ない、じゃあ、はいはいはい、いやー、やっぱ音楽、じゃあ実際走ってみようか、そうだね、そう、最後のドライブ、最後のドライブだね、これ出
発出発進行。ちゃんと音声すんよね、ちゃんと、うん、ほら、あ、でもさ、音楽小さくなるね。そう、純正ナビと一緒じゃない。ほら、だから、うん、普通のナビと同じ感覚なんだって。ほら、戻った。そう、すげえ、やべえ、これすげえ、ケンちゃん、いい最新ナビに早変わりじゃん。もうすげえや、これ、これいいやん、いいね。ほら、右方向ですけど、ほら、お、いいじゃん、いいじゃん。いや、いいね、やっぱり最新ナビやろ。あー、いいね、いいね、最新ナビは違うね。ケンちゃんどう、これ。え、めっちゃ良くないですか。え、だって普通に本当にナビと変わんないし。変わらない。そう、機能的には同じことだからね、一緒。うん、いいじゃん。ちょっと道ずれてみよう、変えて左って。そうだね、ちゃんとなんていうの、リルートっていうの。そうそうそう、するか。いや、これはさ、リルートするかとか、これは真っ赤な問題だよね。 Google マップこの機械関係ないよね、まあ、だからもうすぐそういうなんか変なことしてしたがる。ほら、まあ、もっとずれてくると、なんかポンとかピンとかなんか言ってほしいよね、言う前に。いや、それは Google に言って。まあ、150m 先、右方向です。これいいね。さあ、こんな感じで、はい、まあ、さっきケンちゃんが言ってた、うん、これを見ながらナビに入ってる音楽聞けますかってことに対しては VTR で映してるんで、うん、まあ、聞こえません。そうだね、あくまでそのナビの種類としては VTR っていう項目を押して、うん、そこでやってるわけだからね。そう、だから、うん、その時に多分ナビ使うにしても、うん、音楽来たよね。そうそう、そのために音楽聴きながらナビできるのかとか、うん、そういう話をしたかった、うん、そう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 、そう、便利じゃない。うん、かなり便利。そう、だから本当にさ、うん、もう一個別で端末だったらそこに音楽めっちゃ入れといてさ、ね、まあね、当然だけど困らない。そう、音楽もそうだし、うん、なんか PV もそうだし、うん、で、まあ人によって使い方あるからね。今だといろんなほらストリーミングとかあるじゃん、うん、まあ、アニメやら映画やらエロいのやらね、うん、何でもあるから。まあでもどっちかだと簡易的に使える感じじゃない、簡単に簡易的に使う感じ。そう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 、高画質で映したいんだったらやっぱり優先接続、うん、そうね、全体あくまで電波で飛ばしてるんで。うん、うん、でも、まあ、それ考えたら俺十分だと思うよ。まあね、だって毎日使うわけじゃないじゃん、うん、なんかこう、そう、急に使うとか。結局ね、毎日使うわけじゃない。そうそうそう、うん、だからいざなんか困った時にほら、そうそうそう、 Google のが新しい、やばい、地図道出てない、そう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 、どうしようって時とかさ、あるじゃん、に使ったりとか、うん、遠出するのにさ、そうそうそう、高速がないとか、ほら、そう、俺新東名ないよ、ないやん、そうそうそう、人が、まあ、なくもないじゃん、ね、うん、そう、あと純正マルチじゃん、あ、でもケンちゃんの例えば IS とかさ、ね、地図データが何年だって、地図データもう2000、うん、だいぶ、まあ、出たぐらいの時だもんね、うん、だから古いじゃん、まあね、新東名出る、出ないでしょう。そういう人だとだってね、更新も高いじゃん、ディラディラと。そうで、うん、僕、なおかつ、うん、マーク・レヴィンソンじゃないんで DVD 見れないんですよ。あ、そうなんだ。だから、長さか、だったら、そう、そういう風にやるとやっぱ動画も見れるし、うん、それ一番いいよね、使い勝手はいいよね、うん、だから、やっぱ純正マルチが特におすすめだね、うん、どうしても帰れない車、まあね、でも IS 機に乗ってる人もいるんでしょ、うん、そういう人におすすめだと思います。昔はだってツインナビとかしかもう方法がなかったじゃないですか、純正マルチの人は。まあ、でも輸入車だと高い。まあ、輸入車は仕方がない。輸入車ないと高いからもう、うん、何でも高いから。ケンちゃんの場合、あの緑のカプラね、あれ。あーあー、そうだね。カチッと出現させて、そう、ね、出現してこうやってつければ使えちゃうやん。バッチリやんこれ。バッチリですね。これいいですね。そう、だからそういう人おすすめです。うん、あとバングッドの商品、気になる商品があったらコメント欄にこれ見たいっていう。そう、リクエストがあれば。はい、そしたらまあいいなと思ったら紹介するんで、うん、ですね、はい、はい、ぜひ皆さん、あとカード決済ない方は M's ストアからお願いします。はい、と、はい、うことで今日は Wi-Fi テザリングキット、キットテザリングじゃないね、ミラーリング、ミラーリングテザリング、テザリング機械いるのかみたいな、今間違えたね完全、テザリングキットってなんだよってね、わけわからんな、間違いない、はい、ミラーリングキットです、はい、はい、紹介しましたね。また次回楽しみだね、誰がショッピング、そうだね、最近ちょっといいの持ってきてるでしょ、うん、いや、この前の前回のサブウーハーも良かったでしょ、めっちゃ良かったですから、ね、なんか何気にちょっとね、こう、うん、うまいこと調整してから、うん、楽しみにしててください、はい、はい、はい、ということで、誰がショッピングまた見てください、さよなら、さよなら。
So I said no, 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 it was supposed to be my plan to kill. Why did you do that to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!